この企画は私小川コーヒーの伊深律樹が京都唯一の村である南山城村を舞台にコーヒーで人と人をつなぎ村の人や物の魅力を発信していきます。こんにちは、律樹です。先日ブルーベリーを収穫したんですけど、それをね、小川コーヒーでスイーツを作りました。でそのスイーツを南山城村の、中学生の方たちとご意見を聞きながら試食会して、いい商品を作り上げていけたらなと思いますので、今から、行ってきます。やってまいりました。坂がね、ずっと続いてて、もうちょっと総楽東部広域連合っていう連合があって、そこが設立した笠木中学校なんです。はい、それでは今からちょっと校長先生にご挨拶に行きたいと思います。校長先生なんですけど、なんか悪いことした時ぐらいしかすることないんじゃないですか。悪いことしないですけどね、僕。よろしくお願いします。学校の名前、なんかすごい長いじゃないですか。長いでしょ、はい、5時間目に授業として入ってます。今ね、ちょっと皆さん準備していただいてます。シフォンケーキと、今日はタルトとカパラーナ、小川コーヒーなんでコーヒーも準備してます。今日はカフェインレスのコーヒーで誰でも飲めるように。皆さんおはようございます。小川コーヒー商品開発課の榊原と言います。今日後でちょっと試食していただこうと思っているんですけど、ブルーベリー使ったスイーツ用意しているので、みんなで楽しく食べてもらいながら、私たちの仕事である商品開発について知っていただく機会になればと思い、例えば新商品、じゃあどうやってその内容を考えているか、 W31 が重要になります。一緒に作るというところになります。次ですね、ハーミニーどれくらい、まあ、量どんぐらい、はい、撮影するのが申し訳ない。すごい皆さん真剣な眼差しでね、僕やったらね、絶対もう早く食べたいわ、早く食べたいわと思って、多分話全然聞けてないと思います。3種類デザインご用意しました。これはスイーツを通して南山城村のことをたくさん知ってほしいなという思いがあるデザインです。はい、工程出てきました。めっちゃ声響きますね。今回はその南山城村の魅力を伝える。村ってお茶の方が多分有名じゃないですか。なのにブルーベリーっていうところをなんで取り扱ったのかなって。南山城村のふるさと納税の返礼品のサイトが、抹茶のスイーツ系がすでに結構ラインナップがあったので、抹茶ばっかりある中にもう一個抹茶を追加するじゃなくて、あえてこう、まあ、少ないブルーベリーを使ったスイーツを提案できないかっていうところで。あ、いけた。あげろ、無理や。校長先生発見しました。では、ここから実際にさっきのブルーベリー使ったスイーツを試食してもらって、試食が準備されております。食べ始まりました。食べてる食べてる、まだ食べてませんよ。あ、ダメよ、うまいよ。まあ、美味しいですね。めっちゃ美味しいんだけど。とても美味しいです。苦っ。見た目としては、まあ、めっちゃ美味しそうで、 B のデザインはブルーベリーだけじゃなくて村の印象的な風景。タルトの方は味と見た目は申し分ないです。では、授業としてはこちらで以上になります。皆さんありがとうございました。気をつけ。はい、僕いつですか。楽しかった。僕いつですか。さらうつる。はい、
ということでね、授業が終了しました。フレッシュなあの意見も聞けましたので、これまたね、小川コーヒー社内に持ち帰って、よりいい南山城村の商品を、作れるように、ブルーベリーを使ったね、スイーツを作れるように、していきたいと思います。南山城村の、魅力を、どうやったら伝えれるだろうとか、そういうことをすごく常に頭に置いているような生徒さんばかりで、とても素敵な学校だなと思いました。今日はこちら